噂のゴーマはおらんようじゃな。今のうちに薬を探しましょう。あった。多分これよ。見つかりましたか？ええ。なんかメモがついてた。メモ？薬の作り方ですか？違うわ。注意書きみたい。この薬はとても苦く、モアナは飲むのを嫌がります。私が留守の間に娘が熱を出した時は、何とかして飲ませてやってください。その方法は…こいつ、宝玉をつけてるぞ。あれは…エレノアです。じゃあ、こいつがエレノアの…なあ、待って。援護するわよ。ヤクザ、ヤクザ、落ち着いてエレノア。敵を前に無理言わないで。全力で助け出すしかねえぞ。うん、いけるか。おらえらい。ヌギョーリクエン、そこ天が超能力、天にとどろけ、もろい天にとどろけ、とおよりまおうえんよ。始まってくれよ。ヌギョーリクエン、そこよ。真実を知ったら私を憎んで殺したいって思うんじゃないでしょうか。それが自然な感情です。私はそれが怖かった。あの子のためなんて言いながら本当は自分のために嘘をついていたんです。そんな醜い私はモアナに襲われたら自分のためにあの子を殺してしまうかも。エレノアはそんなことしないよ。
きっと殺してしまいます。だって私は母親を犠牲にして生き残ってしまったモアナに、そんな人間に救いがあるなんて信じてないんだから。そうか、エレノア、あんたもずっと苦しんでたのね。強く生きてって言われたのに、お母さんの命を犠牲にして生き残ったのに、なんて弱くて自分勝手。ごめんね、モアナ。ごめんなさい、お母さん。いかん、エレノアから汚れが。ダメだよエレノア、そんな風に背負い込まないで。このままでは器ではいられなくなるぞ。いいじゃないか、好きに吐き出させてやれよ。バカモン、ボーもドラゴン化して全員蹴散らされるぞ。薬の飲ませ方その1、甘いオブラートに包む。でもオブラートだけ舐めて薬を吐き出すことがある。その2、嘘をついて食事に混ぜて飲ませる。でも最近は知恵がつき、簡単には騙せなくなってきました。その3、鼻をつまんで無理やり飲み込ませる。体力勝負、時々指を噛んでくるので要注意。こんな時になんじゃ。それは薬と一緒にあった。そう、モアナの母親が残したメモよ。巫女の仕事のためにモアナを残して留守にすることが多かったんでしょうね。高熱は精神的な不安が原因で、薬と信じているこの苦い木の実を飲むと落ち着きます。ダダをこねてご迷惑をおかけすると思いますが、どんな手を使ってでも薬を飲ませてやってください。わがままな娘ですが、とても寂しがり屋で心の優しい子なのです。どうかどうか助けてやってください。お願いいたします。お母さん、モアナのことをこんなになかなか身勝手な母親だな。母親だって聖人君子じゃない。必要なら嘘もつくし、腕力だって使うわよ。中途半端な覚悟じゃ子供は守れないんだから。子供を守る覚悟。落ち着いたようね。はい、すみませんでした。でどうするの？メディサとモアナの母親に頼まれたこと、私がやらなきゃ。うん、私がやります。やらせてください。いいわ、好きにしなさい。よし、急いでモアナのところに戻ろうぜ。